流離は中央アジア、主にタジキスタン、ウズベキスタン、キルギスタンに居住するドム族のアシュ団である。流離はドマリ語の流離方言を話す。流離はイスラムの教えを実践する。彼らはクラン制を有している。サブクランへの分割も実践されている。流離共同体は非流離に対して極めて閉鎖的である。 伝統的職業は、宝飾品を含む職人、牛の取引、小記音楽である。流利には、弱比やマルタニ、ルリといった複数の名称がある。しかしながら、彼らは、自身をムガートあるいはムガート、ガービットと呼ぶ。マルタニという用語は、ムルターンが、起源の人物であることを示す。これは、流利の一部が、 期限1380年頃にムルターンから移住したためである。コールナザラブによれば、流離の祖先は歌手、音楽家、踊り手のカーストに属していた。祖国での困難に直面し、彼らは移住と分散を余儀なくされた。流離はキルギスタン南部のお刺に居住している。彼らの生活水準は差別のため極めて低い。多くの子供たちは、 腹の母語で教育を受けておらず、多くの流離は公文書を有していない。流離社会は彼らの生活水準の改善と文化の保護のために活動している。ロシア、火山、ボラク川堤防の子供を連れた流離の女性。1990年代初めから流離はロシアの都市、主に鉄道駅や市場の周りへの移住を始めた。最初、ロシア人は彼らを タジク人難民があるいはウズベク人であると誤って認識していた。これは彼らの伝統的な中央アジアのローブのためである。ロシアのロマは流離が彼らとは異なっていることを強調する。しかしながらロマと似ているためロシア人は流離をロマであるとみなしている。流離は、頻繁にロシアの極右白人の標的となっている。ありがとうございます。